こうやって探すのは効率が悪い気がする。触覚の秋が食事どころに押し入り暴飲暴食、体重の倍の量を平らげる。これ尻尾の仕業だったりしないかな。尻尾ならやりそう。これは単に食い逃げで捕まった人が言い訳してるだけだと思う。じゃあこれは怖い怪異事件発生。7日で複数の珍職人が最悪に見舞われる。前にホラー原型を見てた時、尻尾が一番大事なところで私を脅かしてきたのを思い出して。これはただのいたずらじゃないかな。あるいはこれをネタにして原型の売り上げを伸ばそうとしてるのかも。ファフォってば、もう何時間もラフ雑草に張り付いて、ちょっとでも怪しい事件を見つけると、私たちにこれって尻尾かなって聞いてくるんだよ。尻尾も大忙しだよね。どんな悪事も尻尾に関連付けられるんだから。尻尾はまだいるって、私の直感が言ってるの。でも、本当にいるなら、なんで私に会いに来てくれないんだろう。そうだね。何年も一緒にいたんだから、少しくらいフォフォのことも思い出すだろうし。離れるにしたって、お別れを言いに戻ってくると思う。でも尻尾がいなくなったとしても、フォフォがすごい半眼であることに変わりはないよ。それは今回の作戦行動でも証明されてるでしょ。ありがとう、ケイナイフンさん。そんなに褒められると恥ずかしい。だってみんなの助けがなかったら、この数日みんなと一緒に行動して少しずつ自信を持てるようになったけど、つい尻尾がいた頃のことを思い出しちゃうの。あの頃の私は役立たずの臆病者で、何かあったらすぐに隠れていた。でも尻尾はいつも私を罵りながら問題の解決を手伝ってくれた。私のお兄ちゃんみたい。はあ、まさに悪縁だね。尻尾を見つけたの？これ、尻尾の仕業なの？尻尾かどうかは置いといて、これは絶対に西洋の仕業だよ。早く行こう。遅れたら面倒なことになる。そんな時間ないって。フエンなら何か知ってるかもしれないけど、話を聞きに行ってる間に手遅れになっちゃう。みんな気をつけて。今回はすごく攻撃的な作用かもしれない。
兄弟、少し落ち着け。さっきある技を習得したんだ。その技でお前の命を終わらせてやる。関係のないものは近づくな。ここは危険だ。私たちは関係のないものじゃないよね、半眼様。君は、師匠。それに半眼。君、なんで獣王子の人間と一緒にいるんだ。説明すると長くなるし疲れるから、とりあえず目の前の問題をどうにかしよう。雲気軍の兵士さん、この場は獣王子が引き継ぐから協力してもらってもいい？わかった。でも手加減はしてくれよな。うん、わかってる。この技はどうだ。厄介を避け。すっきりした。いい度胸だね。列車組にはたくさん助けてもらったから、今度は私が恩返しする番。刮目して待とう。これで万全だ。兄弟、少し落ち着け。さっきある。なら、この技はどうだ。誰かな。食材の時だ。後悔しても遅い。この機会を逃さないで。お別れの時。いたたた。天使を授けん。助けても何も出ないわよ。亡者再臨。騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さないで。ルールは破るためにある。大丈夫なのか。命の危険はないはずだけど、手足が痙攣したり会話が成り立たなかったりするのは抜け出せない妄想にとらわれてるからだと思う。力を根こそぎ取られたような気分だ。大丈夫。いくつか質問に答えてほしいの。自分の身に何が起こったか覚えてる？ぼんやり覚えてるような。ちょっと待ってくれ。今日は探偵誌に忌み物が出たっていう報告が入って、隊長にそれを相当するよう命じられたんだ。でもその後のことはまるで夢を見てたみたいにおかしかった。俺の武器が急に喋り出したと思ったら、俺に武芸の指南を始めて、俺の技は見かけ倒しで力の無駄遣いだから、力を抜けば代わりに武器を振るって敵を倒してやるって言われて。なんで母さんと同じ。じゃなくて、やっぱりこの件は西洋が関係してたんだね。
それで指示に従ったら、信じられないことに自分の実力が上がったように感じたんだ。でも武器が言うには、俺の資質はあまりにお粗末らしい。あいつはもう一人弟子を取って自分の技を思い切り輝かせるって言ってた。その時になって、やっとそばにキュンを吐いた子供がいて、俺を見つめていることに気がついたんだ。ラフなら小さい頃から武芸を習ってる子供も少なくないけど、剣を吐いて歩き回ってる子供って、私たちの考えてる人じゃないといいんだけど。今ならはっきりわかる。あの子供は将軍の皇族元凶だ。はあ、いっそのこと当てが外れてた方がマシだった。俺は自分の刀に言われたことを不満に思って、そうしたら気づいた時にはもう元凶に手を出してたんだ。元凶が手加減してくれたんだろうな。笑い話だが、俺はあいつの動きを捉える前に地面に倒れてたんだ。ただその時奇妙な光景を見た。元凶が自分の持ってる剣と話をしてたんだ。それから振り返ることなくここを離れて、そして俺の武器は二度と喋らなかった。まずい。彼のことは俺に任せて、君たちは早く追うんだ。元凶の武器は構造士が作った名品で、持ち主に呼応するらしいの。持ち主の一挙手一投足に宝剣は魂を持ったように応じて、決してそばを離れないんだって。もしかしたら元凶は何か危険な目にあったのかも。だから剣が飛び出して誰かに知らせようとしてるんじゃないかな。危険な目。師匠さん、怖いこと言わないで。あの天才少年の剣の腕があれば、彼を傷つけられる妖魔なんていないと思うし。さあ、それはどうだろう。西洋みたいな変なものはどんなに鋭い剣でも切れないからね。ちょっと言おうかどうか迷ってることがあるんだけど。不吉な話ならやめて。さっきの運気軍が遭遇したことから考えると、危険な目に遭うのは多分元凶じゃなくて。そういうこと。この剣の跡を追おう。どっちにしても事態が深刻化する前に元凶君を見つけないと。完全に暴走する前に。あなたの実力を見せて。私の時間は貴重なんだから。
共に散れ、スターレイファントム。くるりん、いいやっ、くるくる、こんな大きなダイヤモンドあげるね。はぁ、くるりん、やっかよ、さけん、くるくる、いい、やっ、自分の意志で結末にたどり着いてみせる。取り憑かれてなくても元凶は運気軍一の剣士なんだよ。スーちゃん怖いの？でも今回の西洋は今までのと違ってかなり凶暴みたいだし、私も怖くなってきたかも。変なこと言わないで。私は歩き始めた時から母さんの剣の訓練を受けてるの。将軍の愛弟子には及ばないけど、戦いにおじけづいたりしたら運気軍の名と花伝の剣に泥を塗ることになっちゃう。でも確かに少しだけ怖いかも。元凶に取り憑いた西洋がその凶暴さを発揮したりしたら、みんなを守りきれないかもしれない。今回の獣王氏の作戦が始まってから、将軍様はずっと陰で私たちを支えてくれてた。今度は私たちが報いる番だよ。そうじゃなくても私は半眼として西洋に体を奪われた彼に将来後悔するような大きな過ちを犯させるわけにはいかない。師匠さん、ケイナイフンさん、ナナシビトさん、私に力を貸して。今元凶くんは気流台にいる。七し人さん、行こう。また会ったわね。気をつけて動くんだ。どうして気流台にこんなにたくさんの剣が？絶対西洋が生み出した幻覚でしょう。今ここで鈴を鳴らして囚われてる元凶と話ができるかどうか試してみない？幻覚？君たちにも見えるなら君たちも元凶に落ちたってことじゃないの？慌てる必要はないよ。僕からすればこの剣人はまさに宝物庫だ。顔を上げて適当な剣を見るだけで僕が学んできた技よりはるかに多い数千もの技が尽きることなく披露される。何よりこの西洋はさらなる高みを求める人を拒まない。分かってる。
ここは西洋の力によって作られた心臓なんだよね。将軍から獣王氏の作戦行動に協力するよう言われてるんだ。だから君たちの事情も多少は知ってる。この天外の鬼火に善悪はない。まるで鏡のようなもので、人間自身の心が澄んでいれば惑わされることもない。例えば今の僕には雑念がなく、この賢人に強くなる可能性を見出した。そうだよね、陽虚先生。陽虚？その西洋は陽虚って名前なの？そう、陽虚先生は僕の剣術の穴を見つけ、どうやったら上達できるか教えてくれると約束してくれた。だから僕は陽虚先生をここに連れてきたんだ。ここは僕が何度も挫折を味わった場所だからね。少年よ、俺がいれば全てが変わる。隠月の竜尊だろうと、あの性格ハンターだろうと、貴様に技を伝えた女だろうと、俺の教えを受ければ貴様は奴らをはるかに超える無限の功績を手に入れることができるだろう。あの人たちをはるかに超える無限の功績。君たち、いいところに来てくれたね。僕は賢人から少し学びを得たばかりなんだ。君たちを砥石として、その鋭さを試してみるとしよう。僕の剣術が至らなかったせいで何度も敗北した。陽虚先生の教えがあればきっともっと強くなれる。なんで急に戦い始めるの？何をためらう？勝ちなさい。争いに意味はない。呼吸するその感覚覚えておいて。無事なのも厄介を避ける。亡者再臨、償いたまえ。落ち着いて。生死虚実、異動天元家、超無一角。即戦即決で行こう。全員死刑。素晴らしい時は、やさようなら。立ちなさい。天使を授けん。悪を払う。見たくないわ。呼吸するその感覚覚えておいて。これはどう？発目して待とう。これで万全だ。僕の剣術が至らなかったせいで何度も敗北した。陽虚先生の教えがあればきっともっと強くなれる。なんで急に戦い始めるの？落ち着いて。
亡者再臨。お別れの時だ。立ちなさい。無事なども。厄介を避け。助かった。騒ぎを起こしたくはない。発目して待とう。僕の剣術が至らなかったせいで何度も敗北した。妖巨先生の教えがあればきっともっと強くなれる。なんで急に戦い始めるの？始めようか。騒ぎを起こしたくはない。無事などもくないの？亡者再臨。天使を授けん。助かった。償いたまえ。即戦即決で行こう。全員死刑。悪を払う。つまらないね。いい感じ。今、元凶くん。発目して待とう。僕の剣術が至らなかったせいで何度も敗北した。妖巨先生の教えがあればきっともっと強くなれる。なんで急に戦い始めるの？盛り上がってるじゃん。もっと始めようか。生死虚実、一同天元家、聖武一角。はっ。無事なども。天使を授けん。安心しろ。争いに意味はない。いい部分。永眠は王者再臨。
の曲をあんたに乗ってる？ルールは破るためにある。騒ぎを起こしたくはない。この機会を逃さないで。発目して待とう。僕の剣術が至らなかったせいで何度も敗北した。妖巨先生の教えがあればきっともっと強くなれる。まだ剣で戦い始めるの？争いに意味はない。生死虚実、一年の間、同天元家、聖武一角。はっ！はっ！虫などだよ。焼きかよ、避け！痛くも痒くも。騒ぎを起こしたくはない。次は誰？亡者再臨。ルールは破るためにある。悪を払う。大丈夫、問題はない。つまらないね。叶わない。この曲はあんたに。
不備。この品で最後だね。発目して待とう。どうして気流台に。僕の剣術が至らなかったせいで何度も敗北した。妖巨先生の教えがあればきっともっと強くなれる。なんで急に戦い始めるの。くだらない。はっ！はっ！盛り上がってるじゃん。生死巨術移動点検機勝負一角。はっ！悪を払う。やったよ。叫ぶ。争いに意味はない。いい度胸だね。聞けば見逃そう。亡者再臨。無事な。大したことないね。つまらないね。この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。逃げられぬぞ。お別れの時だ。天使を授けん。償いたまえ。厄介を避け。すっきりしよ。己を解き放つ。反抗陽動霊落。ハイになれ。騒ぎを起こしたくはない。よっ。天使を授けん。この体に治療はいらぬ。くだらない。度胸だね。厄介を避け。安心しろ。
死を授けん。亡者再臨。償いたまえ。もった。問題はない。いや、争いに意味はない。待ってる。食材の時だ。よ、避け。つまらない。亡者再臨。もっと。生死虚実、一年のまなり、同天元気、超無一角。お別れの時だ。天使を授けん。この体に治療はいらない。天下無敵。この曲はあんたに。乗ってる。聞けば見逃そう。いい度胸だね。厄介を避けん。亡者再臨。後悔しても遅い。剣での戦いは誠意を持って挑むもの。早く目を覚まして。あんたとは戦いたくないの。これは僕のわがままだって分かってる。でもやっぱり僕と手合わせしてよ。天下無敵。殺せぬぞ。君たちの技は本当に粗雑だね。このまま続けても意味がない。なら、なぜ奴らを切らない。この人たちを切る。今のはただの練習試合だと思ってたんだけど。勝者は生き、敗者は死ぬ。戦場の法則は宇宙の法則と同じだ。剣術は勝利の芸術であり、勝利した剣だけが受け継がれ、敗北した剣はあればかに埋もれる。でも俺を拒んでいるのか。それは無意味な慈悲だ。その雑念を捨てられないのなら貴様に進歩はない。剣をあげろ。勝者は生き、敗者は死ぬ。何偉そうに憲法の優劣を語ってるの。ただ人を駒として好き勝手に使って、他人を利用して殺意を満たしたいだけの悪者じゃん。私が持ってる剣炎剣は代々家に伝わってきたものなんだけど、私にこれを渡した時、母さんは剣を折っても勝たし、志奪うべからずって言ってたんだよね。それから私はずっとその言葉の意味を考えてた。今やっとその意味が分かった。母さんはきっと剣は折ってもいいけど志を奪ってはいけないって言いたかったんだと思う。剣教、さっきの戦いの勝敗はまだついてないよ。このまま続けても意味がないなんて定説一方的に言わないでよね。この小娘の闘志は実に熱い。彼女はガンとして戦うと言ってるが、少年、
応えるのか。僕引いたりなんかしない。スショウさん、これはウーキ軍同士の問題で、負けてもいいけど仲間を見捨ててウンキ軍に恥をかかせるなんて、私の剣に顔向けできないでしょ。あんまり長くは持ちこたえられないと思う。早く将軍を探してきて、彼が来るまで絶対に倒れたりなんかしないから。立ちはだかった時の背中、本当にかっこよかった。メイさんの情報によると、将軍様は水苑で油を売ってるみたい。早く行って将軍様を探さないと。元凶君の目を覚まさせることができるのはきっと将軍様だけだもんね。おや、そんなに焦った様子で一体どうしたんだ。剣法を教えることで人の心を揺さぶる際よ、私に代わって教えてくれるのなら助かるが、その妖魔は勝ち負けへのこだわりが強いようだから、元凶の手には余るだろう。出発できますか。遅くなったら師匠さんが。ああ、分かっている。だがその前に盗み聞きしているフエンに質問したい。君は妖気を知っているんじゃないか。もちろん。あいつは両元の部を司ってた。そして私たち断片の中で一番好戦的なやつでもある。それで、その元凶って剣客は何者なの。私の弟子だ。お前から悲しみの匂いがする。ああ、わかった。無能な弟子を助けるために師匠自ら戦わざるを得ないんだ。ああ、妖気が羨ましい。君は悲しみの味を知っていても、なぜ悲しいのかはわからないらしい。弟子が勝敗に執着して判断を誤った。これは師として私の落ち度であり、私が悲しんでいる原因でもある。ここで余裕のあるふりなんかしない方がいい。妖気は殺傷性がすごく高いから、一度刺激されたら血のつながった家族すら意に介さなくなる。ましてや師匠なんて言うまでもない。早く行けば、師との殺し合いの邪魔はしないから。気流台で師匠が待っている。発目してまと。これで万全だ。新作府の行営も大したことないね。私なんて一撃で倒されちゃうと思ってたんだけどな。まさか、まさか、まだ持ちこたえてるなんて。私って自分が思ってるほど弱くなかったんだね。
少年、貴様はためらっている。ずっとためらっているぞ。これほど実力差のある剣士を相手に、貴様は一体どれだけの時間をかけている。貴様には剣士としてのプライドがないのか。この気流台での敗北を再演するつもりなのか。早く小娘を切れ。血だけが剣についた恥辱を注ぐことができる。彼は切ったりしない。将軍。少年、貴様に剣を教えた者が来たぞ。こいつの指導のもと、貴様は失敗したことこそなかったが、最近になり人生で初めての挫折を味わった。そして貴様の剣術に対する自信は大きく揺らいだ。貴様はこいつに失望されることを恐れ、こいつが望むような人間にはなれないのではないかと心配している。さあ、こいつに俺が教えた技を披露するのだ。きっと貴様の成長を喜んでくれるだろう。こいつに教えてやれ。次の一撃で先週のために勝利をつかみ取るとな。僕はこの一振りで。元凶は私に何かを証明するために剣を抜いたりはしない。私は彼を信じている。彼が必ず勝つことを信じているのではなく、いつの日か彼が勝ち負けの概念から抜け出し、自分が剣を振るう真の理由を見つけられると信じているんだ。その理由は楽しいからでも、人を救いたいからでも、敵を殺したいからでもいい。その理由は彼自身が見つけるべきものであり、何人も彼に教えることはできない。今の彼はその最初の一歩を踏み出したんだ。将軍、僕は勝ち負けの概念からの脱却。それは死者と負け犬を慰める言葉に過ぎない。気流台で惨敗した時のことを思い出せ。死の淵をさまよう感覚を想像してみろ。あの時、性格ハンターの剣が貴様の体を貫いていたら、貴様はここに立って勝敗の意義を考える機会さえなかったのだぞ。今こそ己の限界を超え、全ての枷を打ち砕く時だ。死に貴様を縛りつけようとする将軍に向かって剣を抜くのだ。どうか剣術を披露させてほしい。ここで挑戦を申し込みたいんだ。陽虚先生、僕はこの剣人と先生に挑戦を申し込む。俺の苦心を無駄にしたな、小僧。貴様の功績は本来無限だったというのに。残念なことに、貴様には無駄な思考が多すぎる。だが、それも重要ではない。俺は貴様を指導しながら、その一挙一動を把握した。貴様が俺に挑戦するというのなら、もちろん応じてやる。貴様の技を使い、最後の授業をしてやろう。貴様の剣法は全て把握している。貴様に披露してやろう。異常な剣の下で、それらはどれほどの威力を発揮するのだろうな。大丈夫だ、元凶。
剣術の型を隠し思考を制御すれば心を乱されることはない。分かった。この月下で全てを照らさん。もっと支障ない。悪を払う。天使を授けん。安心しろ。虫などもめつまらないな。この曲はあんたに。発目して待とう。貴様の拳法は全て把握している。貴様に披露してやる。非常な剣の下でそれらはどれほどの威力を発揮するのだろうな。大丈夫、元気。剣術の型を隠し思考を制御すれば心を乱されることはない。分かった。盛り上がってるじゃん。乗ってる。悪を払う。薬化よ避け。この体に治療よ。この曲はあんたに。もっと争いに意味はない。やった。お別れの時だ。天使を授けん。償いたまえ。生死虚実、一年の同天元気、勝負一角。はっ、薬化よ避け。この体に治療はいらぬ。いい度胸だ。騒ぎを起こしたくはない。天下無敵。乗ってる。取るに足らぬ。お別れの時だ。争いに意味はない。授けん。生死虚実、同天元気、勝負一角。亡者再臨。己を解き放つ。反抗、陽動、霊落。さあ、行け。大丈夫、問題はない。もっと度胸だね。悪を払う。乗ってる。
かよ、叫ん。無事なのか。天使を授けん。安心しろ。これはどう。亡者再臨。償いたまえ。騒ぎを起こしたくはない。時だ。やっかよ、避け。亡者再臨。支障ない。剣よ、我が命じる。授けん。この体に自由はいらぬ。償いたまえ。生死虚実、一年の間なり、同天元家、聖武一角。この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。大丈夫、問題はない。無事などもよっ。騒ぎを起こしたくはない。た逃げられぬぞ。よ、避け。これはどう。いい度胸だね。亡者再臨。
人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。逃がさないわ。はぁ、はっ、はぁ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 、蝶と共に散れ、スターレイファントム。はぁ、はぁ、はぁ、逃がさないわ。はっ、蝶と共に散れ、スターレイファントム。はっ、はっ、継承よ。ルールは破るためにある。逃がさないわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。やっ！もうじゃ再臨。はぁ？はぁ？逃がさないわ。天使を授けん。償いたまえ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。大丈夫、問題は亡者再臨。ルールは破るためにある。逃がさないわ。痛くも痒くもない。蝶と共に散れ、スターレイファントム。やっ！人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。はっ。やっ！逃がさないわ。はぁ、はっ、蝶と共に散れ、スターレイファントム。はっ、はっ、はっ、逃がさないわ。ルールは破るためにある。やっかよ、避け。亡者再臨。蝶と共に散れ、スターレイファントム。はぁ、やっ！逃がさないわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。大丈夫、問題。やっ！やっ！逃がさないわ。蝶と共に散れ、スターレイファントム。はぁ、はっ、はっ、次。継承よ。天使を授けん。亡者再臨。逃がさないわ。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。はっ。ルールは破るためにある。はっ、はっ。
逃がさないわ。蝶と共に散れ、スターレインファントム。継承よ。痛くも痒くもない。やっ。やっ。やっ。もうじゃ再臨。人間は星空を掌握する欲望を隠さない。私もよ。大丈夫、問題はない。逃がさないわ。蝶と共に散れ、スターレインファントム。やっ。逃がさないわ。蝶と共に散れ、スターレインファントム。次。やっ。ルールは破るためにある。逃がさないわ。
同天元気超無一角サイリン
陽動霊落。やっ、はっ、月光を剣とす、すべてを照らさん。同天元剣勝負一角、はっ、天使を授けん、償いたまえ。ハイになれ。乗ってる？やっ、同天元剣勝負一角、はっ、亡者再臨、トン。反抗陽動霊落、トン。すべてを照らさん。お別れだ。トン。やっ。ハイになれ。ハン。月光を剣とす。すべてを照らさん。トン。同天元剣。勝負一角、はっ、厄介を避け、亡者再臨、反抗陽動霊落。やっ、同天元剣勝負一角、はっ、はっ、月光を剣とす、すべてを照らさん。ハイになれ。大丈夫、余罪はない。天使を授けん、亡者再臨、すべてを照らさん。もっと反抗陽動霊落。月光を剣とす、同天元剣勝負一角、はっ。
乗ってる？大したことないね。厄介を避け、亡者再臨。全てを照らさん。月光を剣とす。やっ、た同天元家聖武一角。もっと反抗、陽動、霊落。師匠の月光を剣とす。テラさん、亡者再臨。トン、月光を剣とす。同天元家聖武一角。同天元家聖武一角。トン、反抗、陽動、霊落。やっ、トン、月光を剣とす。灰になれ。同天元家聖武一角。
亡者再臨。すべてを照らさん。やった。月光を剣とす。ハイになれ。反抗、陽動、霊落。亡者再臨。お別れの時だ。すべてを照らさん。月光を剣とす。同天元剣勝負一角。持った。すべてを照らさん。月光を剣とす。同天元剣勝負一角。天使を授けん。亡者再臨。同天元剣勝負一角。はっ。
超無一角。償いたまえ亡者再臨。すべてを照らさん。いい度胸だね。反抗、陽動、霊落。ふっ、トン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 、月光を剣とす。やっ、同天元気、超無一角。手を照らさん。灰になれ。やっ、亡者再臨。ふわっ、はっ、もっと反抗、陽動、霊落。たっ、同天元気、超無一角。亡者再臨。はっ、月光を剣とす。灰になれ。同天元気、超無一角。
陽動霊落。亡者再臨。同天元剣勝負一角。断固、即戦即決しよう。
よし。よし。
水炎っていつからこんな。編集人はみんな悪徳商人だ。お前も絶対に。気流台で首相がま…サンゴの一種、これで万全だ。発目して待とう。憲法は全て把握している。貴様に披露してやろう。非常な剣の下でそれらはどれほどの威力を発揮するのだろうな。大丈夫だ元気。剣術の型を隠し思考を制御すれば心を乱されることはない。分かった。盛り上がってるじゃん。もっと。大丈夫、問題はない。天使を授けん。亡者再臨。償いたまえ。やっ、はあ、この曲をあんた乗ってる。天下無敵。大丈夫、厄介を避け。やっ私が守る。森ハイになれ。剣技、我が命じる。己を解き放つ順反抗陽動霊落。再臨。天使を授けん。償いたまえ。騒ぎを起こしたくはない。やり先に火を、炎の襟を断ち切れ。無事なのもめ。やっ、争いに意味はない。いい度胸だね。こっからが本番だよ。
きを起こし、悪を払う。これはどう？逆だよ、避け。助かった、ありがとう。もうじゃ再臨。争いに意味はない。生死虚実、一年の同天元気、勝負一角。火を、炎のエリオ、断ち切れ。た、よっ、はあ、盛り上がってるじゃん。よっ、いい度胸、厄介を避け。助かった、ありがとう。いないたまえ。大丈夫。天使を授けん。この曲はあんた。乗ってる？生死虚実、一年の間なり、同天元気、勝負一角。戦闘準備。剣よ、我が命じる。その手で己を解き放つ準備はいい？反抗、陽動、霊落。一撃、運は僕に味方したみたいだね。実にいい。貴様の勝ちだ。はあ、なんとか無事に終わったね。こいつを氷炭の中に収めないと。君はよくやってくれた。私も年だから感情を煽るような話はやめておこう。それでも僕を幻の中から助け出してくれたみんなに感謝しないと。特に師匠。もう
西洋に取り憑かれた人ってなんでみんな謝るのが大好きなんだろう。みんなは被害者で、悪いのはあちこち好き勝手に逃げ回ってる奴らなのに。むしろ私と戦う時に抵抗してくれたり手加減してくれたりしてありがとう。でももしかしたら最近私の腕が急に上がったってことはないかな。3人ともそう思わないねえ。うんうん、起きてる時のスーちゃんはすっごく頼りになるよ。いけない、ラフの定法の一面広告欄を買ってしっかり自慢しないと。みんな私をこき下ろすのが日課になってない？この件についてどのようにラフ雑草に載せるつもりなんだ？新作譜に関わることだから、できれば。それについてはその彼女と相談させてほしいな。これでみんなは大丈夫？二人とも僕のために事実を隠してくれてありがとう。本当に反省してる。ううん、全部無事に終わったわけだし。でもこれ以上長引かせるのは良くないから、早く戻って西洋を速計大蛇人に封じよう。この西洋の危険性を考えると逃げられないか心配で。では私と元凶は先に失礼するとしよう。ふう、じゃあ私たちも行こう。おしゃべりには。危険だらけの戦いだったけど、師匠さんがいてくれてよかった。自分の実力は私が一番よくわかってる。もし元凶が西洋の誘惑に抵抗してくれなかったら、みんなが助けを呼んでくるまで持ちこたえられなかったと思う。
それ、私も不思議に思ってた。助けを呼びに行かせるなら一人で十分だったよね。あの状況なら彼女みたいな戦力を残して手を貸してもらうべきだったんじゃない？ちょっと恥ずかしいんだけど、あの時は頭に血が昇ってそこまで考えられなかったんだよね。はぁ、スーちゃんってば、呆れた。そんなに頭に血が昇りやすいなら一度探偵して見てもらった方がいいよ。これも三人を守るためじゃん。フォフォは誰かが守ってあげないとだし、ケイちゃんは一般人だし、危険なことをさせるわけにはいかない。それに彼女に至っては新作譜の気品だもん。何かあったら外交問題になっちゃうでしょ。必死に考えて結局私が残るのが一番いいと思ったの。尻尾がいたらみんなの足を引っ張ることもなかったのに。今のは聞かなかったことにして。フォフォ、私が適当に言ったことなんか気にしなくていいから。スジョウさんのせいじゃない。ただ尻尾がいなくなってから私みたいな普通の人間がいつまで、悩むのはやめる。明日はもっと危険な任務があるかもしれない。みんなしっかり休んでね。